現在羽田空港国際線ターミナルに来ています、今回はこれからヨーロッパを経由してサハラ砂漠の旅行に行く予定です。今日はとりあえずフランクフルトまで行くので、そこからアイルランドダブリンまで行く予定です。では行ってきます。初めて来ました羽田空港第2ターミナル国際線のターミナルです。新しくて綺麗ですね。今回搭乗するのがこちら ANA フランクフルト行きです。機内食タイムです。今日のメニューはドリアです。ロシアを迂回して飛行しています。下は一面の雲です。2回目の食事は軽食です。パンとコーヒー。もう一食はグラタンです。いただきます。約14時間のフライトでフランクフルト到着しました。長かったです。これからダブリン行きの乗り継ぎに向かいます。これからアイルランドのダブリンへと飛びます。ちょうど JAL がこれから飛ぶところですね。ではエアリンクスダブリン行き登場します。中心部に降り立ちました。結構時間遅いですけども人多いです。チェックインできました。今日はアパートメントです。ベッドルームとお茶キッチンがあります。ちょっと一泊ではもったいないんですけどね。そしてバスタブ付きです。ということで日本を出発して21時間ぐらい経ったでしょうか。無事にダブリンのアパートに到着しました。今日はもう寝ます。お疲れ様でした。ではまた会いましょう。